こんにちは。今回はエンドピンストッパーいろいろの聞き比べというものをやってみたいと思います。エンドピンストッパーはいろいろな種類が出ていて、安いものから高いものまでどれを選んだらいいのかよく分からなかったりしますよね。高いものにはいろいろな説明が書いてあるけれど、エンドピンストッパーでそんなに変わるのって思われている方もいらっしゃると思いますので、ご参考にしていただけたら嬉しいです。今回出演してくださる方々です。一番左は皆様ご存知だと思いますが、定番中定番商品ブラックホールですね。某会社でですね、置き忘れてきてしまってここになくて、今回聞き比べができないんですが、リバチェロという、ね、三角形のタイプのものも、使った感触などお話ができます。それから中央のやつですね、アドバンストエンドピンホルダーというもので、アッシュとウォールナットの木材の違いでお聞き比べいただきます。それから一番右がカナデインシュレーターですね。こちらが一番高いものになります。今回この4つで聞き比べをしていきたいと思います。違いをお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。次にそれぞれの製品の特徴のお話をしてみたいと思います。定番商品のブラックホールは手頃な価格でありながら、ほぼどんな床でも OK で、信頼と実績のある商品なので、チェロを始めたばかりの方に聞かれた時はまずこちらをおすすめしています。今回聞き比べはできないんですが、ビバチェロというエンドピンストッパーは3点止めが特徴です。床がね、石造りでこうデコボコしているところっていうのは、丸いエンドピンストッパーは苦手なんですね、デコボコしているゆえに。一方でこの3点止めのエンドピンストッパーはがっちりホールドしてくれるので、そういったデコボコしたところも強いエンドピンストッパーになります。いろんなね、カラーのバリエーションがあって、いろいろ選べてそれも楽しいかなと。この2つはストッパーの機能のみを持っている商品です。次にアドバンストエンドピンホルダーの話です。これは表面にいっぱいこうやって穴が開いているんですね。コンサートの時になんか、これはどこの穴に刺してもいいんですかって聞かれたことがあるんですけど、刺すのは真ん中だけですよ。ここの穴は、ですね、ちょっとね、こういう形なんですけど、こういうドーム型なんて言うんでしょう。ここの間に、ね、空間があるわけです。ここの空間でもって、そこのさらにね、ここからこう出すようなイメージだと思うんですけども、今はね、さらに改良されて、ここの横にもね、穴が開いているものが誕生していて、これよりも3000円ぐらい高い感じだと思うんですが、私は、このね、木材の違いが知りたくて、両方とも奮発して買ったんですけど、こっちがウォールナット、こっちがアッシュですね。商品の説明の方には、こちらのウォールナットの方が固めの材質ということで、緻密な音色が期待できますみたいな。で、こちらのアッシュ材の方は、透明で柔らかい音色が期待できますというね、感じになっています。どちらもですね、個人的な意見ですが、響きが綺麗です。音が綺麗な感じがします。曲とかね、ホールによって若干使い分けたりできるような感じがしますよ。最後がカナデインシュレーターです。こちらの商品は音量を最大 1.5 倍にできるという商品で、原材料の選択と配合を研究し尽くされた商品になっています。私は自分の楽器があまり鳴らなくて、ずっと悩んできたんですけれども、かなり改善されたというふうに思っています。
それでは最後にそれぞれのエンドピンストッパーでバッハの無伴奏チェロ組曲1番のプレリュード冒頭部分を、お聴き比べください。それではまた別の動画でお会いできたらと思います。ありがとうございました。